蘇我物語図へ、歌川広重が、蘇我物語は、鎌倉時代に、藤屋で起きた、蘇我兄弟のあだうちを題材にした、軍記物語。成立年、作者不詳で、多くの書本がある。安田大本寺北山本文寺、蘇我物語の写本は主に、マナボンとカナボンの二系統に分類される。このうちマナボンは、カナボンより成立が早く個体を示すとされ。 戦学では、鎌倉時代末期から南北朝時代に成立したとされる。マナボンは、妙本寺本と、本門寺本の二種が挙げられ、このうち、本門寺本は、妙本寺本を書者したものとされることもあるが、別物であるという指摘もある。カナボンは、大仙寺本が個体を示すとされる。ルフボン、古葛地といったものも金ナの系統に含まれ、多くの諸本が残る。 蘇我物語は、語り、衝動により伝えられたとされる。これら語りとしての早例として、盲人の語りを記した、上和三年、第五次雑記に、蘇我十郎五郎時から始まる箇所があり、蘇我語りが登場することが知られる。語り手は、湯行巫女、美国、小瀬といった女性芸能者が想定され、日本の広範囲に語り物として広まっていったとされる。 資料としての蘇我物語は、蘇我兄弟の仇討ちが発生してから少なくとも100年以上経過してから成立したものであり、時事的な資料ではない。また蘇我物語は、変年体ではなく、地理的な状況矛盾も指摘される。しかし、蘇我兄弟の仇討ちを記す資料は他に、あずま等しかなく、同事件を紐解く数少ない資料となっている。家の日記等も、 同時期のものは書いているという事情もあるが、資料の少なさから事件の意図的な隠蔽の可能性も指摘されている。マナボンとカナボンの性質の違いとして、マナボンは仏教的価値観の投影や、東国の地域性を強く反映しているという指摘がある。例えばマナボンは、箱根権限との密接な関わりが指摘される。その他カナボンは、 劇的展開に力点を置いているという指摘等がある。仇打ち後の蘇我兄弟の位置づけも大きく異なる。マナ本蘇我物語に、富士の軍の御霊人とならざらむとあるように、マナボンの場合、蘇我兄弟は、富士山麓の地で没死御霊人となることを自ら望む構成となっており、実際に、仇打ち後に、富士浅間大菩薩と一体化している描写が見られる。一方、 金盆ではご礼歌は解かれていないことも指摘される。金盆の場合、曽我兄弟は霊人とならず、亡霊、恩領としての描き方となっており、マナボンと金盆では、あだうち後の扱いに明確な差異がある。ありがとうございます。